命にかけられた現代のギロチンは言霊表現者森田智子、そして天狗丼でした。本日はですね、4月の25日ということで、1792年4月25日、フランスで、初めてギロチンが実用化されたということで、ギロチンの日という名前がついているそうでございます。本日はギロチンをテーマに、歌を歌ってみました。はい、というわけで、このようにですね、テーマを一つ決めて、何か歌を歌ったりしております。ぜひ皆様もですね、なんかこういうテーマで歌ったら面白いんじゃないのっていうことありましたら、お気軽にコメント欄に書いていただければ、嬉しいです。はい、そして、面白いんじゃない、いいんじゃないって思ってくださった方ですね、ぜひ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。